2月2日、3日、京都市内のホテルで日本イタリア料理協会主催のイタリア料理専門のイベントが開催されました。イタリア料理に特化した展示会で肉、魚、野菜、チーズなどの食材やワインやコーヒー、さらにはオーブンやパスタマシンなどの調理機器まで、およそ50のイタリア料理関係のブースが出展しました。イタリア料理協会っていうのはですね、もう設立してもうかなり年数経つんですけれど、最初の頃は仲間が集まってワイワイっていう感じの会だったんですが、もうちょっとこう文化的なこととかいろんなことができるように数を集めようと、そう数を集めることによって、今回みたいなことをやってもですね、やっぱり宣伝になるんですよ。京都に来てもイタリア料理店が増えてますから、そうするとそういう人たちが来ることによって商売になって、でそれにつれて僕たちもいろんな活動ができるということで、でこれを全国的にですね広めていこうかというようなことで、今回のイベントの趣旨は、まだ若い会員の人たちが来ていろんな食材いっぺんに見れるわけです。でそういう勉強の場にしてほしい。イベントの中ではブースの食材を使って協会のシェフがイタリア料理を振る舞うコーナーもありました。僕たちがね、頼まれてやってんじゃないです。好きだからやるだけ。彼らが、食材たくさん持ってますから、じゃあこれ使って僕たちこれやるから通るお客さんにどんどん食べさせてっていうような感じでどんどん作っていく。そうすると盛り上がるじゃないですか、ね、それをやっぱり、これから、いろんな会場行ったらねやっていこうよと勉強になったと思います。イベント2日目にはイタリア総領事も来訪されました。Un'impressione più che positiva. L'evento di oggi è anche una dimostrazione della serietà, della capacità organizzativa di questa associazione. Quindi, come ho detto nel mio intervento prima, sono contento che dopo la pausa Covid ci sia riusciti a incontrare, a riunire di nuovo. Ho avuto la possibilità di avere qualche scambio con qualche cuoco. E ho percepito che c'è un grande dinamismo, un grande senso di spirito di iniziativa, e credo ci siano anche le premesse per continuare a crescere. Da parte da parte del Consolato c'è la massima disponibilità a valorizzare la vostra attività, che a sua volta valorizza poi la cucina e i prodotti tradizionali della cucina italiana. イベントではイタリアの食文化や調理技術の向上のため、トップシェフによる料理のデモンストレーションを行っています。楽しいですよね。やはりその聞かれる方はその何がこうしてこうなるとか、その料理をやっぱり、なんでこういう料理ができるのかとか、その料理の背景とかそういうのを知りたがるじゃないですか。イタリア料理、外国の文化ですから、ちょっと分かりにくい部分があるでしょ。そういうのをご説明させていただいて、皆さんが「あ、なるほど、そうだね」ってこうやって言っていただけるのが非常にやっぱり楽しいというか嬉しいですよね。あんなに堅苦しいお料理を皆さんにご説明して、うちで本当にこれ作れるのかな、例えば、料理の方もいたはずですけど、そういう方がちょっとうちに帰ってちょっと自分を試してみたいなって、そういうお料理をちょっとやらせていただきたいと思って。夜は日本イタリア料理協会に所属するシェフが料理を振る舞うパーティーが開催されました。関東関西のトップシェフが腕を振るったスペシャリテ、ここでしか味わえないコラボを参加者は堪能していました。今のイタリアの食材とかその一度にこう出てきますから、と同時にこういう場というのは普段なかなか会えない人に会える場所なんですよ。情報交換の場所なんですよ。例えばその食材だけじゃなくてお料理のこととか、人の例えば交流とかもあるじゃないですか。そういうことができる場として非常に僕はね大切な場所だと思います。
彼らのやっぱりなんかやる気にもっとこう火をつけるんですよね。だからすごくみんな楽しそうにやってましたもん。イタリア料理がやっぱり日本料理と非常に共通したものの考え方があるんです。食材の持ち味を生かした料理を、持ち味を消さない、シンプルに焼いて食材が美味しいものを、あまり調理をしないで、ストレートにそのうまさを伝えていくっていうものの考え方なんですね。そうすると日本料理もそういった考え方あるわけですよ。やっぱり日本料理とイタリア料理はやっぱり同じ共通点があるということで、より日本にですね、イタリア料理を広めていこうということを目的としています。